四園四戸山子、四園の一四園は、中華人民共和国上海市江北四園街道に位置する秋代の庭園。弱い湯を示し、すなわち楽しい園という意。面積は約2万平方メートル。元は、四川不正主の役人であった、藩誠ンが、 業部少書だった父の半音のために送った庭園で、1559年から1577年の18年の歳月を費やし造営された。完成した時には、父は没していたと言われる。寝台諸島、藩死が衰えると荒廃するが、1760年、上海の有力者たちにより再建され、与縁は南に隣接する、上海上皇病の病院となり、 西園と解消された。当時は現在の2倍の広さがあった。1853年園内の天春楼に小東海の司令部が置かれた。1956年西園の約半分を庭園として改修整備し、現在の余園となる。残りの部分が余園症状となる。1961年に一般開放され、1982年は、 国務院により全国重点分物保護単位となる。入園には大人40元、子供20元。竜は皇帝以外使ってはいけないとされる生き物であったが、皇帝が使用する竜は5本指に対し、竜壁の竜の指は3本指であり隠したの竜とされる。装飾や様式は伝統的でありつつ、周辺は中華的な高層建築物が並んでおり、観光地として、 余縁症状と呼ばれている。お土産物店や飲食店が軒を連ね小論法の本家を名乗る南小万頭店などがある。ありがとうございます。